には大観衆が詰めかけています。阪神タイガース対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えして、まずはタイガースの先発大竹が甲子園のマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。インサイド見送っています。2球目打ちました。レフトライナー掴んでまずワンアウトです。